はいどうも、こんにちは。みほとです。今回の動画は PSO2 New Generations が残り2、3日であのサービス開始されるということで、あの、それまでのあの、簡単な情報をおさらいしていこうと思うんですけど、まあ、今回何をおさらいするかと言いますと、その種族とクラスについてですね。で、まあ、ほ PSO2 歴ね、1年ぐらいしかないんで、あの、本当にプロの人は <laughs>、あの、この動画見ないでください <laughs>。 本当に初心者とおさらい向けの動画になります。で、まずヒューマンなんですけど、ヒューマンは、あのー、ここにも書いてありますけど、標準的な容姿と身体を持つ人型の種族で、あのー、結構バランスがいい種族になりますね。で、男と女の概念はなくなりましたね。ニューゼルネレーションって。はい。で、ニューマンはですね、あ、ちょっと待ってください。ニューマンは、 長い耳が特徴の人型の種族ですね。で、あの、比較的あの、砲撃に向いてますね。テクターとかフォースとかですね。はい。で、キャストは、あのー、機械部品によって構成された身体を持つ種族で、こちらはあの、射撃に特化してますね。あのレンジャーとかガンナーとかですね。あ、ちょっと補足ですけど、ヒューマンはどちらかというとね、あの、打撃系が向いてますね。あの、ハンターとかファイターとかですね。はい。 こう、あの、簡単に言うと、ヒューマンはハンターファイター、ニューマンはフォーステクター、キャストはレンジャーガンナーっていうふうに、が得意分野だと覚えておいてください。リューマンに関しては、リューマンは個人的に一番好きな人種なんですけど、オットワイが特徴で人型の種族なんですね。で、防御力とか HP は弱い代わりに、全部の、 ハンター、ファイター、レンジャー、ガンナー、フォース、テクターが全部の攻撃力に特化した種族で全部が得意と言っても過言ではないですね。はい。それで、あ、はい。そういうことですね。はい。今回の簡単なおさらいでした。で、まあ、クラスについてですけど、まあ、もうさっきも言ってしまいますけどこんあの、最初のうちはハンターとファイターとレンジャーとガンナーとフォースとテクターしかないっぽいですね。 まあ、PSO2 の時はヒーローとかやりましたけど、PSO2 の時はね、ヒーローあたりまでやってたんですよね。で、その後、今ちょっと攻略ウィキみたいなの見てるんですけど、ファントムとかエトワールっていうシド、あの、クラスも出たっぽいですね。あとサモナーとか、バウンサーとかブレイバーとかもありましたけど、その辺は初期の,あのニュージェルレーションでは、この6つのクラスになるっぽいですね、最初のうちは。は、まあ では簡単なおさらいでした。はい。では最後までご視聴ありがとうございました。